99% 解決お悩み相談とずましのナーボですけど。あ、はじめまして、こんばんは。はい、こんばんは。すいません、お悩み、まあ、結論というか概要を言うと、はい、ちょっと宗教にハマってるというか、もう宗教のなんか、まあ母親、宗教にハマってる母親とどう付き合っていけばいいかっていうのがありまして。あなたがハマってるわけじゃなくて、あなたのお母さんが、はい、ハマってる。そうですね、ハマってるっていう言い方もちょっと悪いんですけども、うんうんうん、まあ概要はそれで、ちょっと最初からお話しすると、私、7人兄弟の上から3番目の娘で。7人兄弟で上から3番目。そうです。すごいね。まあ、うん、そうですね。女5人、男2人で、うん、姉、私、弟、妹、っていう感じなんですけど。もう覚えられん。すいません。で、まあ、三女。そうですね、三女ですね。うん、で、うんうんうん、年で言うと、まあ、30代で、はいはいはい。ね、なんていうか、またややこしいのが、うん、母親が外国人なんですよ。ああ、なるほどね。外国の方なんだ。そうなんです。どこのお国の人なんですか？ちょっと詳しい、ちょっと国名を言うと、珍しいところなんで、ちょっといろいろバレちゃうかもしれないんだ。そうですね。そうですね、ちょっと言うと、まあ、南米の方なんですけど、珍しい国の方で、ね、もう日本にはもう30年ぐらいいて、30年以上ぐらいいて、で、宗教といったらキリストなんですけど、あ、はいはいはい、キリストなんですよね、クリスチャンなんですよ。まあ、ちっちゃい頃、まあ、教会とか、まあ、そういうミサ、お祈り系とかよく行きまして、で、まあ、行ってたんですけど、まあ、こう大きくになりにつれてちょっと行きたくないなっていうのが、なるほど、うん、自我がね、しっかり芽生えてね。そうですね、うん、別にそんな祈ったってしょうがねえだろっていうのがありまして、うんうんうん、で、まあ、だんだんこう長女も次女も、まあ、三女である私も、ね、弟も、うん、でまたそのまた弟ももう、あ、でまたそのまた妹ももう成人しまして、うん、で、今で言うと私は息子が一人いまして、うんうんうん、で8歳の息子がいて、もう2人暮らしなんですけども、うん、で長女もちょっと遠くにいて、で次女の方も、まあ、近いんですけど、まあ、車で1時間ぐらいのところに住んでまして、うんうん、でそんな中で、まあこう実っていうと、まあ母親ですよね。母親はその妹と、うん、妹2人と母親の3人で住んでたんですけども、うん、そのまた20歳になったばっかりの妹が、うん、ちょっと県外に出まして、うん、で母親と妹が一緒に住んでるんですよね、15歳の妹と。でもうちょっとなんて言うんだろう、こう久々に家に行ったら、こうなんかキリスト様のお言葉みたいな掛け軸って言ったらいいのか、なんか自作したものがバーッと貼られてるんですよ。それはやばいね。やばい。どん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 、ディープになっていくのね。そうなんですよ。なんか前より濃くなったなーっていうのがわーってなって、うん、で、まあ足毛よく、まあ、教会に行ったりとかしてるんですよね、うん、それは別にいいんですよ、まあ、自由ですし、うん、まあ、ちっちゃい頃からクリスチャンっていうのは分かってましたし、別に信、まあ、誰を何を信じるっていうのは勝手だなとは思ってたんですけども、うん、なんて言うんだろう、もう何かしらこう問題があるたびに、お前は悪魔だとか、うん、お前はお祈りしないからだとか、うんうんうん、言ってくるんですよ。勘弁してくれって思うんですけどね、いつもいつも。ちょっともう結構強要だよね、その言い回しってね。そうですね、うん、ちょっとひどいなって思う時もあるんですよね、うん、っていうのも、うん、うちの息子最近ちょっと分かったんですけど、うん、ADHD というもので、息子がですね、うんうんうん、私の息子が、はいはい、ADHD というものでちょっと小学校2年生なんですけども、うん、それでちょっといろいろ問題、まあ軽度なんですけど ADHD って言っても、うん、それで、ね、まあちょっと多動が過ぎる部分があるんですけども、はいはいはい、私毎週土曜日ぐる、まあ月曜日から金曜日まで仕事をして、うん、昼食をして、土曜日は近くの居酒屋さんでバイトしてるんですけども、うん、
そのバイトの時に息子を預けるんですよね。で、その時に、まあ、その毎週土曜日、実家も教会行くんですよね。15歳の妹と、私の母親とうちの息子も、まあ、預けてるんで、一緒に行くわけなんですよ。っていうと、なんかその、まあなんか、教会からもらった、そのキリストの、なんかこう、絵本みたいな感じのも結構持って帰ってくるんですよ。うんうん、で、ちょっとつい最近、それで問題になったのが、問題というかちょっと揉めたのが、そういう病気のことも最初母親に言わなかったんですよ。病気っていうか、まあその障害のことも ADHD の言わなかったんですけど、まあ言わなきゃいけないっていうか、まあちょっと理解を深めたいっていうか、その家族間の、まあ兄弟間にはその息子がちょっとこういう障害を持っててっていうのはもう報告済みなんですよ。うん、なんですけど、ちょっとまあラスボスというかうちの母親には言いづらいなと思ってて、うん、何を言われるかわからないですし、私のもう小さい頃からなんかちょっといやいやいや何かしらキリスト教ではとかってなんか言われてたんですよ。こう、うん、祈らないからとか、お祈りしないからミサに来ないからとか、うんうん、だからこそちょっと言いづらくてね。まあ意を決してこの前ちょっとその診断書とか、そのこれからちょっとその専門的な療育が必要ということで、その放課後デイサービスにも通うことがもう決まってて、はいはいはい、でそのことを言ったらお祈りしないからだっていうのをまたやっぱ言われて、はいはいはい、祈れば治るみたいな。そうさ、なんかうちはクリスチャンなのに、お前がちょっと祈らない毎日を神様に祈らないからそうなるんだって言われて、うん、なんでやねんって思いながらそんな祈って治りゃそんな病気なんて全部治ってるわっていうのを、うん、わーって言ったらなんかまあちょっとまあなんて言うんでしょう、ヒステリックになって、うん、そんなの関係ないみたいな、うん、まあなんかあると、はい、必ずそういう言い回しをしてくるってことね。で言い回ししてきますね、うんうんうん、本当にちょっと、はいはいはい、兄弟間でも、まあ、大人になるにつれも、うん、大人ですし子供も持ってますし、もう兄弟もやっぱちょっと何かそのさ、なんか、はい、はい、あなただけじゃなくて、はい、その宗教の思想を持ってる人たちって兄弟にはいないの？いないっす。いないんだ。正直いないです。じゃあみんななんか、はい、そのお母様になんかうわーってなってんだ、はい、うわーってなる時もありますね。もちろんこう言ってますけど、まあね、17、16ぐらいから一番上を産んで右も左もわからないまま日本に来て、うん、で一生懸命育ててくれたっていうのは、まあ、母親としてのリスペクトはあるけども、ね、ありますけど、うん、ただちょっと、うん、そこはなみたいな。なるほど。それでなんか、まあ、悩んでることっていうのは、はい、まあ、このお母さんとどう付き合っていくかってことだよね。はい、うん、これね、もうナーボーさんもしっかり、ちょっとやっぱコメント欄にいる皆様もちょっとどううまく付き合っていったらいいのかなって、うん、でもなんか、はい、あなたもそのキリストの世界観っていうのはさ、まあ幼少期とかにもう教えられてっていうか、はい、まあ教え、まあ行きはしましたけど、そのなんかね、詳しくはちょっと頭には入ってないんですけど。なるほど。はい、でもさ、お母さんってさ、まあ、国が違う人でさ、はい、なんかまあ文化の違いもありじゃん。なんか、もちろんです。はい。同じ日本人でハマっちゃったら目を覚まさせるみたいな方法があるんだけども、まあ、その育った環境が違うからさ、これなんかお母さん間違ってるよって言ったら生まれたこと否定してるみたいになるから、俺はなんかしない方がいいと思うんだわ。そうだから、まあ理解 しなくてもいいけども、はい、理解してあげてるふりっていうのは絶対してあげる方がいいかなっていう。そうですよね、やっぱその、うんうん、そうですよね、やっぱこう全否定するわけではないんですけど、うん、こうなんて言うんだろう、たまにこう頭に来る時がうわーってなっちゃって、うん、で結構言い合いをするんですよね。そうするとこうもともと、まあ、外国人の母親あるあるなのかわからないですけど、周りとその話すと、うん、やっぱこうなんて言うんだろう、こう伝えたいからこそこう、うん、なんか伝わってほしいことをうまくこう冷静にこう言いたいんで、私はこう言いたいし、こう、うん、別にキリストをバカにしてるわけじゃないし、うん、こうなんだよね、でもうちの息子とは別にそういうなんか祈る祈らないとかは関係ないんだよって
っていうのを伝えても、こうなんかうわーって言い返してくるんですよね、こうでもなんヒか、ステリックになって。まあ、ヒステリックになるのは、なんでかっていうと、あなたがまるで否定してるような、返ああ、しそう方なんだ。を、に感じるのよ。だから、あなたの、思想とかは、もう理解してるっていう、話し方をしないと、もうなんか感情と感情でぶつかっちゃうから、やっぱ、お母さんもそうだし、あなたも多分、少なからずヒステリックになってると思うのね。そう。だから、そうですね。やっぱちょっと子供のことになると、こそう、う、うわってなっちそゃれうんでだすかよ。ら、それ来てる。お母様として、あなたもすごい正しいの。子供のこと言われて、感情的になるのも、本当に正しいし、ちゃんとなんか育児してるから、そういうふうになるんだよ。そう。だから別に間違ってないんだけども、今後の付き合い方っていうのは、なんつうんだろうね。どううまくこう言ったらいいのか、ちょっと実家とも、私と息子しかちょっともう家が近くなくて、一緒に他が住んでもるわけじゃないんだよね。う、あ、一緒には住んでないです。一緒に住んでるのは一番末っ子の妹とで。で、お母さんもさ、もう、お母さん、もう、それなくなったら、もうお母さん、本当生きていくの不安になるような状態だっていうのはわかる。その宗教、そうでそのすキリね。ストの気思持ち想ががいいや頭につ入っが。てんだから、それがもうじゃあゼロになったら、お母さんめっちゃかわいそうなのね。ああ、そっだか。から、その状態にいるお母さんを否定するような、言い回しとか絶対しちゃいけなくて、上手に付き合っていくために、もうお母さんのこと、そうだねって、私が悪かったよって言ってあげればいいだけなの。そう。ね、お祈りしとくねって言って。別に要一は緒別ににししていなくく必要てはない。もちょっと言葉で伝えとくぐらいみたいだな。から、もう私は絶対お祈りしないから、みたいな感じのスタンスを取ると、こいつ頭おかしいって思われるわけ、向こうからしたら。そう。だから共感して、お母さんの言ってること全然わかるから、私もそういうふうにするからって言って、やらないっていう方がいい。そうなんですか。どうせお前はやんないけどねってよく言われるんですよ。私も一回 言われたこと、そう言ったことがあるんですけど、お前はどうせやらないって言われて。どうせやらないって言われとては。も、いって言いながら受け流してたんですけど。や。でも本当に真剣に、もう今すぐでもこいつ行くなっていう、自分自身を演じないといけないと思うよ。それがうまくやるってことだから、うまく付き合っていくってことだから。わかりました。ありがとうございます。頑張ります。大変だと思うけど頑張って大ね。変ですよ、本当に。ありがとうございます。頑張ってね。すいません。お邪魔しました。ありがとうございました。失礼いたします。これは相当ストレスかかってますね。